次に現場光一郎ささんんはい委員長一郎です、えー、今日は、えー、ガザの問題、そして、えー、能動的なサイバー防御、おさらには、まあ、時間があるだけ、えー、防衛装備移転の見直しの問題について、えー、議論をさせていただきたいと思います。えー、まずガザ でございますけれども、えーまあ、私は従来から、えー、ハマスのテロがあって、えーまあ、その後、まあ、イスラエルの反撃があって、えーまあ、私はこの問題はもう即時停戦だということを最初から、えー、申し上げてまいりました。というのは、まあ、ハマスのテロは許されませんけれど、 イスラエルも明らかにある一線を越えてやりすぎだという状況が生まれ、それは結果として、サポートしている米国に対する反発につながって、中国、ロシアを利するだけだと、だから即時停戦に向けて、日本もできることをやらなきゃいけないということをこの場でも お外務大臣に申し上げてきたあわけでありますけれども、まあ残念ながら、えー、まだ停戦、休戦も実現をしていないという状況になっております。今あ,あの10月7日から157日目だそうでございます。えー、ガザ220万人。えー いるということでありますけれども、家を追われた人が170万人いると、うち150万人が今、ラファに今逃げてきているとで、そのラファに対して、イスラエルが攻撃をするかどうか、侵攻するかどうかということが、まあ、今、焦点になっているという状況だと思います。まあ、アメリカも最近はもう必死に止めているようで えありままして、まあ、当然だと私も思いますバイデン政権にも打撃になるというふうに思うんですね。で、まあ、日本は当然、まあ、アメリカにも言えることは言ったりしなきゃいけないと思うんですけれども、やはり日本にできうる貢献の一つは、やはり人道状況の改善だと思うんですね。でこのの人道の問題でありますけれど まあ今、深刻度を増していて、極限の人道危機というふうに言っても、良い状況になっているのではないかというふうに思っています、えー、上川大臣の所信にも、ガザの人道状況、深刻に懸念ということで表現をしておりますけれど、これ、本当にどう見てますか、このガザの人道状況。これ本当に 極限状態にも達しつつあるんじゃないかと、私は思ってるんですけどいかがですか上川外務大臣、えー。ご指摘のとおり、10月7日に事案が発生して以来、えーえーえー、今日に至るまで、人道状況につきましては、大変厳しい状況が続いているところでございます。 日本といたしましても、この人道状況、特に女性や子どもたち、また高齢の方たちが大変厳しい状況の中を、えー、あの狭い地区の中でさまざまな移動を迫られていつつ、また生活をしているという状況については、何としてもこの改善に向けて努力をしていかなければならないと、こういう思いで私も深刻に受け止めていると申し上げたところでございます。 あのこの状況でありますが、今、イスラム教の聖なる断食であります、あのラマダ、これを迎えている状況でございますが、戦闘状況はまだ続いているということでありまして、さらに連日にわたりましての状況の中で、多数の子どもたちや女性や高齢者を含みます重傷者が発生していると、このことにつきましては、まとめる状況にないという状況を、まあ あの極めて、まあ、先生はあの極限状態ということでありますが、私もその思いを強要し、そして一日も早く状況の改善に向けて環境整備をしていくという、これまでの日本の方針、これにつきましては、手を緩めることなく、しっかりと取り組んでいく必要があると、こういう認識を強くしているところであります委員長、そういう状況にあってですね、<laughs> うん、まあ一つ問題が出てきているのは、まあ一つというかそのいわゆるアンルワ、ウンルワっていうんでしょうか。えー、これに対する一時的と思われますけれども資金拠出の停止という問題が起きているわけです。これはいわゆる昨年10月7日のイスラエルへのテロ攻撃にアンルワの職員12人が 関与した疑いがあるということで、えー、今、調査が行われていると、おまあ、それに伴ったあ資金教出の停止ということで、えー、ございますけれども、まああのー、当然ながら、えー、もし関与した、それが本当だということであれば、もう極めて、えー、憂慮すべきことだと。 いいうふうふに思います、まあ、他方、1月28日、これ、資金拠出を停止した後、さらに人道状況は、やはり悪化の一途をたどってるのではないかというふうに、私は思っています。それで、他の国際機関等に対して、日本政府は資金拠出をしてますということを、 おっしゃいます、まあ、確かに、例えば WFP とかですね、他の国際機関に対して資金拠出をしている発表も確かあったというふうに聞いておりますけれども、ただ、このアンルワっという組織は基本的には難民を対象にしているわけでありますけれどつまりは、 国連パレスチナ難民救済事業機関ということでありますから、ただ、この戦闘が行われてからは、難民、避難民、分け隔てなく支援していると、率直に言って、他の国際機関で代替できるような状況なのかどうかということを冷静に考えないといけない、そういう事態ではないかと、私は思ってるんですね。果たしてこれ このアンルワ、ウンルワという機関は、他の国際機関で大体できるんでしょうか外務大臣、上川大臣。上川大臣 この,あの深刻なあの状態が続いております、この人道状況が続いておりますガザ地区におきましては、ああ全体としてみると、アンラはもちろん大きな機関でございますが、それに加えて、さまざまな国際機関が、そのそれぞれのネットワークを活用して、そして国際パートナー、緊密に連携しながら、この人道支援を届けていると、こうした状況にあるということでございます。 あのオール・オア・ナッシングということではなく、そうしたさまざまな機関がそれぞれのチャンネルを使って、手続けていくという状況でございまして今、今般、日本が緊急の無償協力基金ということで、使わせていただくわけでありますが、この拠出先であります国際的なパートナー、この実施能力をしっかり確認した上で、そして同時に今、ガザ地区において、 極めて深刻な食料、あるいは医薬品、こういったことを中心にあの、力のある機関を通じて提供していくという、そうした取り組みを日本としては今の段階でしていこうということで、決定したところでございます現場さん、他の国際機関、WFP、WHO、ユニセフ、あるいは国際赤十字。 国連人道問題調整事務所等にお金を出していると、これ、ただですね、ご承知だと思いますけれどそれぞれ現地にいるの30人くらいなんですよね、この,あの難民救済機関、このウン・ルワ・アン・ルワっていうのは、2万7千人いるわけですよ、2万7千人もう圧倒的存在感が現実にいいパレスチナではあると。まあ ガザーの人道問題に関して言えば、もうアンルワの代替性というのはほとんどない、アンルワに代わるものはない、まあ、残念ながらない、現状はね、現状は。で、事実上の命綱になっているというところが私はあると思ってます、そしてこのアンルワの中には、もともとは日本へのリス,リスペクトっていうのがあって、母子手帳なんかをですね、 日本の取り組みで、今や確か9万人の妊婦がパレスチナで日本の防止手帳を使っているということでございます。で、私はそろそろですね、これ当面の間って言ってたわけですよ、この資金拠出の停止について、さらにその後の人道状況の悪化に鑑みて、資金拠出の再開に向けて、 日本政府、動き出さないといけないときではないかと考えておりますけれど外務大臣、いかがですか上川外務大臣。あのまず、a n r ル a の職員のえに対しての疑惑ということで、これにつきましては、極めて憂慮している状況でございます。委員ご,ご指摘のとおり、アンルアはこのパレスチナ難民支援。 これにおきましては、まあ、不可欠な役割をこの間、果たしてきたということでございますし、まあ、それに対しまして、日本としても支援をしてきているところであります。な、え、ん、ー、といっても、アンロワの信頼回復ということが極めて重要であると認識をしておりまして、まさに本来の役割を果たしていくということについて、えー、できるようにガバナンスの強化を含めまして、まあ、この間、適切な対応を求めてきたところでございます。 ご質問のアンル w に対しましての拠出再開ということでございますが、まあ、余談をもってお答えすることはなかなか難しいところではありますが、まあ、我が国といたしましては国連、またアンル w 自身、そして関係国、ここと、まあ、緊密にこの間、コミュニケーションを取りている状況でございまして、まあ、まずは国連による調査が、また第三国による検証、 これが積極的に行われているという状況でございますので、それに全面的に協力をするという形で、今、動いている状況であります。そして、この調査、検証の進捗、これについてもよくコミュニケーションしているところでございますので、それに基づいて万が国の対応について、迅速に対応できるようにしてまいりたいというふうに思っております。 あの先ほど来のお話のとおり、まあ、現在のガザ情勢は極めて深刻であるということでございまして、特に食料と医療、こうしたことについては早期に届けるということでございます。 まああの我が国としては、その意味で調査結果を待つことなくという形の中で、令和5年度の補正予算とは別に、新たに3200万ドルの緊急無償資金協力を決定をし、それを実施するということで、今、迅速に届けられるように準備をしているところであります。あの先生、ご指摘のとおり、WFP を通じました食料の供与、また WHO を通じました医薬品の提供。 国連基金をユニセフを通じました衛生用品の配布等を行う予定でございます。ガザ地区をあの含めまして、今の人道状況にしっかりと応えられるようにしていく、まあ、一つでもその支援をして続けていくことができるように、さらにあのよくこの合同機構を前進できるようにしてまいりたいと考えております委員長宮山さん。確かの補正でアンルアに追加的な 資金拠出をする、資金提供すると、これが多分チュ中ブラリンに現状はなっているというふうに私は理解してるんですね、これはあの、日本国の外交の最も大事な理念の一つは、えーまあ、これはほぼ与野党変わらないかもしれませんけど、人間の尊厳ということだと思うんですね。 そして上川大臣は、ご自身の考え方として、女性平和安全と、女性平和安全という言葉を発せられて、WPS ということをアピールというか、おっしゃっているわけです。まあ、こういうい人道の状況が深刻度を増すにつれて 大体女性にしわ寄せがいくと私は日本国がやっぱり一刻も早くここは判断する、決断するっていうことが大事だと思います、私は本当は G7 の中で一番最初に再開してほしかった、はっきり申し上げて、あのまあ、機会がなかったんで言わなかったんですけど、機会があればもっと早く私もお言いたかったんですけれど、もうカナダが再開しました、G7 の中で。 カナダがもう再開した、EU も部分的に再開始めた、スウェーデンも再開した、これは G7 ではないですけれどね、だから、まあ、案の定というか、ですね、まあ、それぞれやはり動き出してきて、イギリスも、まあ、私のところには動き出しているという情報が入ってきています、私はね、早く日本国として、うん、決めたほうがいいと思いますね。 あのまあ、前向きに判断するっていうニュアンスの答弁があったように感じられますけれど、この人道状況のさらなる悪化ということに鑑みて、きちっと判断を早めていくということを言っていただけますか上川上大臣あの委員から人間の尊厳の重要性ということで、私が今、一生懸命取り組んでいる WPS ・ Women Peace and Security ということで。 あのお触れいただきましてえ、まさにそのことの意義が極めて重要な場面であると私自身もあの強く認識しているところでございます。まあ、国際社会全体としてももちろん分断対立よりではなく、ま協、あ、調に導くとその意味で人間の安全保障が守られる世界、これについては多くの。 国々からも大変なあのお共感をいただき、また協力をしようということで、今動、動いている状況でございます。特に女女性女児 これに焦点を当てるということでございますが、まあ、女性たちが、また子どもたちは、こうした紛争の現場の中では、大変厳しい状況に、どの地域においてもさらされるという、このことについては、国連の安全保障理事会が2000年の決議で、しっかりとそのことに焦点を当てて、レーズ重症を出し、 WPS アジェンダ10本という形で、この間、積み重ねてきた事実がございます。まあ、それをしっかりと動かしていくということが、何よりも大事だということでありまして、まあ、こうしたパレスチナにおきましても、特に女性対象の支援ということでいきますと、えー、<や>ウメン,アンア、アンルワにつきましては、その意味で重要な役割を担っているというふうに思っているところでございます。 あの今、a n r w えの資金につきましては、一時停止をしている状況でございまして、あのえカナダやスウェーデンえということで、14カ国今、今、停止をした状態であるということでございます。 再開を発表しているカナダ、スウェーデンということでありますが、うんえー、16カ国が今、一時停止をしている状況から、今の再開ということでありますので、現在、14カ国が停止している状況でございます。あのこれについてあの、日本といたしましても、えー、引き続き先ほど申し上げたように、国連と今、u n r w あと関係国とも緊密にコミュニケーションを取りながら、 この調査、また検証についての結果を出す状況にございますので、こういったことにつきまして、十分にあの判断をしてまいりたいというふうに思っております。今、拠出再開の条件という形で、またいつということについては、予断を持ってお答えすることはできませんけれども、そうしたあのことについての調査や、またあの検証、しっかりと出て、そしていくということが極めて重要であると認識し、 それに対しての積極的協力を島津委員長、現場さん。まあだから調査は継続してていいと思うんですけれども、カナダやスウェーデンも発表してますが、人道状況、あれからもさらに悪化しているわけです。それに鑑みて再開すると、これ、当面の観点、もともと言ってたわけですから、そういういわゆる前向きな、 ななんていうのかな今、検討する中で、より迅速に判断していくと、そういうことで理解してよろしいですか、これ、スピード大事だと思いますよ上川外務大臣。 あの絶えず一時停止をしている状況の中から、さらにこれを推進していくためにどうしたらいいのかという、そうした状況の中で判断をしてきたところでありまして、先ほどあの,の、えー、研究部省資金協力もそのうちの一つとして取り組んできたところであります。今、の調査が目下最終段階にあるということでございますので、最大限の今、協力をし、そしてこの状況の改善のために、全力で日本としても判断をしてまいりたいと考えております。 現場さん調査結果が出てから判断するということですか上川外務大臣今もうその段階にあるということでございますのであの、国連の調査、あるいは第三国の調査についてでございますので、その最後の今の調査の段階をしっかりと踏まえて、そして判断をしてまいりたいというふうに思っております現場さん、それは前向きな判断だと考えていいですか。外務大臣 あの今、余談を持って、それについてのことをコメントすることはできませんけれども、今の現状とか状態と、そしてこれまでのあるは、自身が果たしてきた極めて重要な役割ということを最大限尊重してまいりたいと思っております宮山さんあの、できるだけスピーディーに判断をされた方がいいと思います。あの私があの外務大臣なら、もうすぐに判断して、まあ、少なくとも首相を説得すると。 いいうふうふに思いますけれどぜひあの、まあ、首相が待ったをかけているようには私には見えないんですけど、早く外務省として判断して、えー、官邸と相談をして、えー、きちっと再開するということにしてもらいたいと思います。えー、次に、えー、能動的サイバー防御でございますけれども、これは木原防衛大臣、あのー、これも一刻も早い対応が、 求められているというふうに思うんですね、あの初心で何ら言及がないですけど、なんでですか、これは。木原防衛大臣。ノー的サイバー防衛は、これ、国家安全保障戦略でもうしっかり明記をされて、閣議決定をされていることでございますので。 まあ委員のまあご指摘というか、問題意識は全く同じでありまして、我が国のサイバー対応能力を向上させること、これは現在の安全保障環境に鑑みる,ると、ますます急要する課題であり、可能な限り早期にこれ、法案をお示しできるように、所管は内閣官房でございますので、内閣官房を中心にですね検討を加速していると。 そのように承知をしているところでございます、うん、現場さんこれね、内閣官房とは言っても、やはり防衛省が深く関わる問題でございますから、全くの当事者だというふうに思います、これ、関連法案本来なら、今国会にきちっと出すというのが本来だと思いますけど、いかがですか。防衛大臣 まあ、あの国家安全保障戦略は、2020年の12月に閣議決定したわけでありますが、その中に、えー、サイバー安全保障分野での対応能力を欧米、主要国と同等以上に向上させるという、そういった目標の達成に向けて、えー、防衛省、自衛隊としてもです、ね、この自らのサイバー防衛能力の強化、取り組みを通じて、えー、このような政府の取り組みに積極的に、まあ、貢献をしていく所存でありますが、 委員おっしゃるように、まあ、現在、さまざまな角度から検討を要する事項が多岐にわたっているというふうに承知しておりますが、可能な限り早期にお示しできるように、あのまあ、政府、防衛省としても促し、検討を加速してまいりたいと思います委員ん具体的に何があの調整できないでいるんですか防衛大臣。 あのまあ手続きを含めて、現時点でその具体的な取り組み内容というものがまあ決定しているわけではございませんけれども、国民の権利や、また自由が不当に侵害されないという、そういった観点であるとか、そういったさまざまな角度からまあ内閣官房を中心に検討が進められていると承知しております委員宮山さん。あの 実は我々もいろんな議論があるんですけれど、私は立民ですけれども、かなり前にです、ね、この問題について、党の考え方をきちっとまとめてまして、サイバー攻撃は平時から発生していて、常時パトロールを行う、いわゆる 極的サイバー防御、まあ、能動的と言ってもいいと思います、アクティブサイバー防御と言ってもいいと思いますけれども、が必要とされると、国民の権利を最大限に保障しながら、電気通信事業法や不正アクセス禁止法等の視野、改正を視野に入れつつ、サイバー安全保障基本法のような包括的な立法も含めて、早急に検討すべきだと、こういうふうに、もう1年半前に我々も実はまとめているんですね。 あのもちろん乗り越えなきゃいけない課題があるのは重々承知をしていますけれどやはりこれ、政府の責任で早く出してくれないといけないと思いますよ、トマホークを、まあ、申し訳ないけど、型落ちしたトマホークを前倒しで買うより、もっと大事ですよ、早く出さないといけないと思います、これは。だから防衛省として、あの前倒しで早く検討して出せと、促してもらえますか。防衛大臣 まあ政府全体として、とりわけ内閣官房を中心に検討が進められているところでございますけれども、防衛省、自衛隊としても、この分野は非常に重要だというふうに考えておりますし、安全保障に係るそる政府の取り組みについては積極的に貢献していかなければいけないと、そのように考えております。委委員員のご指摘しっかりととけたいと思いい思ます委員長山さんはいあのー もう残り時間あんまりないんですけれども、えー、防衛装備移転の見直しの問題であります、これあの、まあ今日ほとんど時間がないので、あまり申し上げられませんが、まあ一部岸田総理が言及されているように、 実,実は武器輸出三原則、最初に緩和したのは、2011年12月の民主党政権なんですね、私、外交を担当してました、前原さんが与党の政調会長で、野田総理でした、でそのときに、実はやったことは二つで、一つはあのいわゆる PKO のときなどで、重機とか防弾チョッキとか、現地に置いて。 来れるよううにしたっていうのが一つですね <laughs> もう一つは、まあ、厳格な管理が前提ですけれども、国際共同開発・生産、えー、この問題について、まあ、いわば3か国による輸出を認めたということと同時に、えーまあ、アメリカとのミサイル防衛に限定されてきた国際共同 開発生産を、実は米国以外、NATO の友好国に拡大したんですね、これが実はあまり知られてなかったんですけれど、まあ、今、事公で揉めてるもんだから、結構岸田さんも言及するようになったんだと思いますけど、実は2011年の12月の段階で、実はそうしておりました,ただ、私たちのはよく読んでいただくと、え、ー 国際紛争等を助長することを回避するという平和国家の基本理念に基づくもので、今申し上げた二つ以外は、二つ以外のつまり輸出は引き続き慎重に対処する、まあ、十年、十三年前ですけれどもね、そういうふうに実は書いたということなんですね、まあ、これがあの事実関係としてえ言えるということです。でまあ我々 としてはこれからの考え方をまとめていきたいというふうに思っておりますけれども、ますます厳しくなる安保環境の下で、今申し上げてきたような経緯、あるいはやはり専守防衛、自らの国は自らで守るというのがやはり基本ですから、そういう状況の中で防衛装備品については、できる限り国内で調達をする、そのための生産基盤は必要だ。 そういうい認識ですただ同時に、まあ、平和主義の旗は下ろさないと、まあ、このあたりをどういうふうにバランスさせて結論を導くかということではないかと、私は考えているんですね、これは私の基本的な考え方で、まあ、これから今、党で議論してますので、まあ、党としての考え方になるかもしれません。そういう状況にあるわけでありますけれども、うん、木原防衛大臣、今回の おいわゆる防衛移転三原則の見直しについて、所、え、信、ー、で、まあ、外務大臣も述べているようでありますけれども、えー、戦闘機について、第三国への直接移転を行えうる仕組みをもって、鋭意と同等に貢献しうる立場を確保すると、この基本的な考え方だけ今日は聞いて。 また次の機会にあの特に平和主義との関連をどう整理するかなどについて議論させてもらえればと思います。どうぞ最後。最後に,では最後に防衛大臣。端的にお願いします。はい、あのや端的にあの平成23年だったと思いますが民主党政権下でその防衛装備品をめぐる国際的な環環境変化を踏まえて。 平和貢献国際協力及び国際共同開発戦争について包括的に例外化措置を講ずることとされたということはあの、これは重々承知をしているところでありです、ねまあ、その際に国際紛争等を助長することを回避するという平和国家としての基本理念という文言、これもあの理解をしております。平平成25年以降またた政権が変わっととからははそのの文言としてて国国連憲章を遵守するとの平和国家について の基本理念とこれまでの平和国家としての歩みを引き続き堅持するという文言にこうしているところでありまして、それはずっとその流れというのは、基本的には変わってないという、そういう認識を持っております今日のところは終わりますはいどうもありがとうございます。うん